教皇領、教皇領、教皇領、ラテン語、ステータス・ポンティファシャス、イタリア語、ストとポンテフィチョは、ローマ教皇あるいは、ローマ教皇庁の支配していた領土である。歴史的には、国家としての体裁も持ったため、教皇国、教皇国家とも呼ばれる。教皇国家あるいは教皇領と呼ばれる教皇の世俗支配の形成過程を概観する。ローマ教の優位性は、 イエスの言葉に求められた。イエスはペテロに向かって、汝はペテロである。私はこの岩、ペテロの上に、私の教会を建てようと言ったという。ペテロが最初のローマ司教であったことは、ローマ司教こそが教会の本体であるということを指している受け取ることもできる。ペテロはイエスから天国の鍵を預けられたとされた。私も言っておく。あなたはペトロ。 私はこの岩の上に私の教会を建てる。読みの力もこれに対抗できない。私はあなたに天国の鍵を授ける。あなたが地上で繋ぐことは天上でも繋がれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。狂犬の上昇に最も貢献したのはレオ一世で455年にバンダル族がローマを攻撃した時にその王。 ゲイセリクスと交渉して、ローマの略奪を防いだ。この頃から、教皇、パパという称号は、ローマ主教だけに特別に認められるものであるという、観念がヨーロッパ世界に定着していった。四世紀の教皇、シリティウスは、テサロニカ主教を教皇代理に任命して、ダキアとマケドニアへの指導権を獲得し、ボニファティウス一世は、改めてこれを皇帝ホノリウスに認めさせている。 5世紀前半には、教皇の権威は、イタリアガリアヒスパニアアフリカ入りュリムに及んだ。ところが、東ローマ帝国に結びついたことで、東方の神学論争が、西方に持ち込まれ、神学論争に介入する皇帝の姿勢は不満の種となり、北イタリアの大主教が、教皇の影響から離脱する動きを示し、ガリアとイベリア半島でも、分離傾向が見られた。イタリア半島に、 ランゴバルド族が侵入すると、グレゴリウス一世は、フランク王国と友好的な関係を結んだ。分離傾向を示す、西方諸地域の司教たちに対して、グレゴリウス一世は、教皇がそれらの上位にあることを繰り返し強調した。司教は、当時すでに有力な世俗領主となりつつあり、上層階級には、司教座を熱望する動きがあった。その結果、 明らかにふさわしくない候補者や若すぎる候補者が司教選挙に立つようになった。グレゴリウス一世はナポリ司教を解任しメディタ死教を降格しタレントムカリアリサロナの高位聖職者を批判し司教座に対する支配を徹底した。ブルンヒルドによるテウデリク二世、テウデベルト二世の接生期に起こった数々のガリア教会の集分にグレゴリウスは歓迎を書き送ったが 身を結ぶことはなかった。グレゴリウス一世は、ビザンツ皇帝であるマウリキウスミカドやホカスミカドに宛てた書簡では、自らへり下って敬意を表しているが、メロビング朝の君主へ宛てた手紙では、彼らを厳しく叱責し高圧的な態度をとっている。この当時のガリア教会は、完全にメロビング朝の両方教会と化していたからである。 ビザンツ帝国に対しては一定程度の影響力を行使したが、従来教皇の指導権が及んでいたイリュリクムでは、教義に関しても無力であった。ローマ教皇のイリュリクムに対する管轄権は、最終的に、グレゴリウス三世時代の732年、ビザンツ皇帝レオーオ,オン三世によって、コンスタンティノープル総主教の手に移された。 グレゴリウス一世は政党信仰の拡大に熱心で、ブリテン島への伝道を組織し、このアングロサクソン人への布教は順調な成果を上げ、カンタベリー大司教区が設けられ布教の拠点となった。ブリテン島はこの後北ヨーロッパにおける有力な布教拠点となり、例えば、カール大帝の時代には、アングロサクソン人の伝道者たちが、大帝のガリアの宮廷で、キリスト教文化の交流に、 多大な貢献をするまでになっていた。また、リウス派の画像であった西豪塔王国のカトリックへの改修に成功した。476年、480年に西ローマ帝国が滅亡した後、都市やその領土等のローマ教皇への寄進によって、教皇のものとなっていた領地というものは存在したが、後に教皇領となった地域は古代末期から中世初期には東豪塔王国。 それを滅ぼした東ローマ帝国のラベンナ総督府、ついで6世紀にイタリアに侵入して、東ローマ領を侵食したランゴバルド人ランゴバルド王国などが支配していた。こうした中、732年にカロリング家のカール・マルテルがランゴバルド王国と同盟して、トゥール・ポワティエ間の戦いで、ウマイヤ朝の侵入を食い止めた。さらに、その後、カール・マルテルは土地を対応する。 封建制度で、騎兵隊を創設した。フランク王国で、メロビング朝の君主に代わって、カロリング家が実権を握るようになると、教皇とカロリング家は接近し非常に親密な関係を結ぶようになった。ランゴバルド王国を牽制したかった教皇ザカリアスは、751年に名目だけの王となり下がっていた、フランク王国、メロビング朝のキルデリク三世を廃止。 カロリング家のピピン三世の王位三奪を支持して、カロリング朝が創設された。本格的に教皇領が世俗の国家のように成立するのは、翌752年にこの国王ピピン三世、超ピピンがランボバルド王国か奪ったイタリアの領土を寄進してからである。この時期ラベンナ大司教は、東ローマ皇帝の利益を代弁し、ローマ教皇と、 北イタリアの教会の管轄権を争っていた。ピッピン三世は、ランゴバルド族を討伐すると、ラベンナを征服し、ローマ教皇に剣示、ピッピンの起身、教皇の世俗的領土として、教皇領が形成された。カトリック教会の中心である、ローマ教皇長が領土を持ったことは、精神的な存在であるはずの教会の世俗化に、繋がった。続く教皇ステファス三世は、 ガリアのピッピン三世の宮廷に自ら赴き、フランク王国がイタリアの政治状況へ介入するという約束と、引き換えにピッピン三世の息子カールとカールマンに、というの秘籍をした。773年に、教皇ハドリアヌス一世は、ランゴバルド王国によって、ローマを脅かされていたが、ピッピン三世の後を継いだカール一世、カール大帝に援軍を要請し、 七百七十四年にランゴバルド王国は滅亡した。カール大帝も教皇にローマを中心とした中部イタリアを剣じた。ハドリアノス一世は偽イシドールス法令集中のコンスタンティヌス帝の寄進状を持ち出して、イタリア全土が教皇の支配に服するようになることをカール大帝に要望した。教皇レオ三世は八百年、カール一世をローマに招いて、 ローマ皇帝の冠をカールに授け、彼に西ローマ皇帝の地位を与えた。この場合の西ローマはイタリア半島と西ヨーロッパ内陸部ガリアとゲルマニア、理念上はヒスパニアとブリタニアも含むを指す領域的な用語で、かつての東西分裂時代の西ローマ帝国とは基本的に異なり、その支配者に注目すればカロリング帝国しくはフランク帝国となる。 かくして西ローマ帝国が事実上復活し、フランク国王である西ローマ皇帝は、西地中海において、キリスト教世俗国家を代表することとなった。欧州の大実力者、フランク王国とローマ教皇が提携することによって、東方教会と東ローマ帝国やイスラム帝国に対抗できる体制が整った。教皇は教皇国家といえるような世俗的な領土を、 持っていたとはいえ、基本的には、教皇領も、帝国の一部で皇帝から独立していたわけではない。しかし、教皇は、東ローマ帝国のコンスタンティノープル総主教とは、異なり、皇帝の官僚であることはなく、教皇選挙によって、皇帝の承認を必要とせずに選ばれたのであって、教皇選任に対する皇帝の統制は、制度としては介在することはなかった。また、 カール大帝が帝官を教皇から与えられたことは、後に世俗君主が皇帝を名乗るのに、教皇の承認を必要とするという関連つながり、教皇に優位性を与える根拠となった。しかし、カール大帝の没後に、フランク王国が三分裂し、843年のベルダン条約で西フランク王国、フランス王国と東フランク王国が欧州の大国となった。 ローマ教皇ニコラウス一世とコンスタンディヌーポリ、総主教フォティオス一世とがフィリオクへ問題をめぐって863年に863年から867年と呼ばれる東西教会の対立状態に陥った。東ローマ帝国の皇帝バシレオス一世はフォティオス一世を罷免して対立を解消した。教皇ヨハネス12世は 強行量拡大政策で、周辺国と争いが絶えなかったが、東フランク王国の国王夫を一世に救援を要請し、窮地を脱した。ヨハネス12世は、962年に、夫を一世に、ローマ皇帝の定官を与え、神聖ローマ帝国。この見返りとして、夫を大帝は、強行量を保障した。1054年に、東西教会の分裂。 その後、神聖ローマ皇帝やシチリア王がしばしばイタリア支配を目指して、教皇領に侵攻することがあった。1254年に教皇の意を受けたフランス王ルイ9世の弟、シャルル・ダンジュー、カルロ1世が神聖ローマ、帝国法院主タウ・フェンチョを滅亡させると、それ以降は教皇領は安泰となった。しかし、教皇のアビニョン補修。 1309年から1377年が起こると、教皇による教皇領への支配が弱まり、各地を支配する大官が、選手、シニオリーアとして、独立君主のように振る舞うようになった。教皇アレクサンデル6世、1492年から1503年は、諸子チェーザレ・ボルジアを用いて、教皇領の再統一を進めた。ユリウス2世。 1503年から1513年の時代以降、フランスやスペイン、オーストリアの圧力を受けながらも、強行領は国家としての機能を持つようになった。17世紀に強行領は最大となった。30年戦争、1618年から1648年で新生ローマ帝国が破れ、ベスト・ファーレン体制。 1648年から1789年、かで、ヨーロッパの商法にも主権が認められるようになったため、教皇権力は推微した。教皇アレクサンデル七世の支援のもと、イエズスカイ氏、アレクサンドル・ドゥロードが、アジア不況に出発させ、これが事実上のパリ外国、選挙改装説とされている。ピニョード・ベーヌは、グエンアイン、原福栄を与え、 西山城と戦わせた、清仏戦争を経て、1887年に、フランス領インドシナが成立。フランス革命は、カトリック教会全般にとってと同様、教皇座の現世の領域にとって悲惨な状況を、もたらした。1791年に、コンタブネさん及びアビニョンがフランスによって併合された。その後1796年、 ナポレオン一世を司令官とするフランス軍のイタリア侵略により、強硬領公国は併存され、チザルピーナ共和国の一部となった。2年後の1798年、強硬領全体がローマ共和国の樹立を宣言したフランス軍によって侵略された。強硬ピウス6世は1799年にフランスで遊兵中に没した。強行領は1800年6月に復活し、 強行ピウス七世が戻ったが、1808年に再度フランスが侵略し、この時には強行領の残りがフランス領に並行され、ティブル県及びトラジメーヌ県とされた。1814年にナポレオン体制が倒れたことにより、強行領はウィーン会議で復活した。近代国家誕生の激動、1848年革命、イタリア統一運動により、 強行量は縮小させられた。さらに、1870年に起こった、不仏戦争に、フランスが敗北したことにより、ローマ強行量を守護していたフランス軍が撤退すると、1861年に成立していたイタリア王国によって、1870年9月20日に、ローマが占領され、強行量は完全に消滅した。翌1871年には、 イタリアの首都がローマに移されている。以降、教皇ピウス9世は自らを、1870年から1929年、と呼び、数代、レオ十三世、ピウス十世、ベネディクトゥス十五世にわたって、イタリア政府との交渉を拒否した。ピウス十一世の時代に、イタリア政府とバチカンの間での和解が模索され、1929年に、ラテラの条約が締結され、 世界最小の独立国、バチカン市国が成立した。しかし、バチカン市国は、教皇庁がイタリアから独立していることを示す、象徴的なものであり、教皇領という意味合いのものではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。